この前撮ったクラス写真。誰誰？なんであんた隅っこにいて半目なのよ。おかしいわ。校長先生に言いに行くわよ。校長先生、ちょっと話があります。あ、柳塚くんのお母さん、どうされました？この集合写真、なんでうちの子隅っこなんですか？しかも半目で。これ、撮り直してください。もういいって。いや、撮り直せって言われましても。いやほら、撮りますよ。行ってください。あんたも。はい、じゃあ笑って。ちゃんと可愛く撮ってよね。はい。こちらが完成品です。あー、すごいじゃないね。はい、じゃあ体育の授業始めるぞ。大丈夫？全然大丈夫だよ。怪我もしてないし。ルン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 。え？ヤネちゃん？おう。あなた大怪我してるじゃないの。え？全然怪我なんてしてないよ。ちょっとうちの子大怪我してるじゃないの。あんたのせいでしょ？慰謝料要求するわよ。いや、でも怪我はないようですが。ん？ちょっとあんた見せなさいよ。ほら、大怪我するじゃないの。早く救急車呼びなさいよ。てか、慰謝料よこしなさいよ。ママ、今日体調悪いから学校行けない。大丈夫？ちょっと熱測ってみなさい。はい。あ、35度じゃない。あんた、早く学校行きなさい。嘘でしょ。無理だよ。ほら、あんた早く学校行きなさい。え、米助、体調大丈夫なの？あ、お水飲みなよ。あ、ありがとう。うわ、水がお湯になってるぞ。ヤネスケ、大丈夫か？今からお母さん電話するからな。あ、もしもし。あ、ヤネスケ君のお母さんですか？あ、校長先生。あ、お宅の息子さんが高熱があるので家に帰します。は？私の息子が熱なんか出すわけないでしょ。いや、そう言われましても。うちの息子がどうかしました？いや、お熱があったから家に帰そうと思って。私の息子を金扱いする気？そんなに菌が怖いなら私が除菌してあげるわよ。メラメラメラ。ママ、この前の国語のテスト。どれどれ。なんでこれ罰なの？晴れなくてもわかるじゃないの。校長先生に言いに行くわよ。校長先生、話があります。どうされました？校長先生、これなんで羽がないだけで罰なんですか？もういいよ。いや、うちは羽がないと罰にしてるんですよ。ここの羽がなくても読めますよね。いや、羽は必要なんです。そんなに羽が必要なんですね。わかりました。ほら、行くわよ。本当になんだよ、あの親は。行くわよ。どこ行くの？いいから黙って乗ってなさい。見つけたわ。うわうわ。あの女、結婚したと思ったら速攻で別れやがって。甘井先生と結婚したわ。そういうことじゃないんだよ。じゃあ離婚よ。なんでだよ。俺を誰だと思ってるんだ。おい、よそが向きいっか。首を洗って待っとけ。おそがみきいこ VS 浜井先生、秒殺だわ。これでどうだ。こんなもんですか、お母さん。
あらら、せっかくのブチャイクな顔がさらにブチャイクになってますよ。やめるのか。ねえ、なんで立ち続けられるの。あんたへの憎しみのおかげだ。はあ、残念だったな、お母様。いや、お母さん。なんでヤネちゃんが。実はな、ヤネスケ負けちゃったね。いや、まだ試合は続いてる。どういうこと。いやー、ヤネスケくん残念だったね。はい先生、お疲れでしょうからマッサージします。おお、気が利くじゃないか。先生の力強いボディ、ちょっと借りますね。え、何するんだ。うわー、いた、このまま下さんでくれ。賞金は二人で山分けだ。先生の皮膚を身につけて勝負してたってこと。そうだよ。そしてお母さん、首元を見て。何よこれ。その爆弾にはお母さんが人に与えたダメージがエネルギーとして蓄積されてる。はぁ、つまり100倍返しなの。あああ、優勝は遅神屋根付け。優勝はアホ太郎。え、どういうことだよ。そういえば今何時。5時59分だよ。やばい、門限まであと1分だ。お母さんに殺される。じゃあね。おい、大丈夫ですか。あ、寝てるだけじゃん。どうだ。1秒遅かったわね。外で反省しなさい。そろそろ開けてよ。ハローハロー。ちょっとうるさい。今いいとこだよ。チョッピー、十分反省したから。おお、こんな家出てってやる。とりあえず家作るか。これで完璧。誰の許可を取ってここに寝てるんだ。許可って特に取ってませんけど。ここはホームレスの縄張りだ。勝手なことするな。おらん、おてめえ、よくも。子供だからって舐めてると痛い目合うよ。よく寝た。あ、そうだ、ヤネちゃんもういいわよ。ん、家出します。一人で生きていくので探さないでください。あのクソ息子、見つけたらぶっ飛ばしてやる。あのバカ息子、どこ行ったのかしら。あれ、ヤネちゃん。あんた、散々探したんだからね。さっきから無視しやがって、このバカ息子。あんた誰よ。じゃあさ、お題になってください。こんなのただの雑草じゃん。美味しい野草だけを集めてきましたので。
意外と美味しい。あ、間違えてヤバい野草の方を渡してしまいました。てめえふざけやがって。ヤネちゃん、ヤネちゃん、ヤネちゃんどこ。お母さんだ。ヤネちゃん、ヤネちゃん、お腹が。てめえこんなところにいたのか。やばい、これでも食れ。何よこれ。臭い。じゃあなクソババア。お、ちょっとあんた待ちなさい。